アルフォンス・ドーデー作、桜田タスク役、星、リュブロンの山の上で、羊の番をしていた頃、私は牧場の中にたった一人、犬のラブリと羊たちを相手に、何週間というもの、人の姿を見ないで暮らしていた。時折 モンドリュールの忍者が薬草を探しにそこを通りかかったりピエモンあたりの炭焼きの男の黒い顔を見かけることはあったしかしそれは一人でいるために物も,も言わず話をする興味も忘れ下の村や町で噂に登ることは何も知らないよなれぬ人たちであっただから半月ぶりに2週間分の食料を持ってくる 農場のラバの鈴が山道に聞こえるときや、坂の上にかわいいミヤロ、農場の小僧の元気のいい顔か、年老いた野良ーおばさんの茶色の帽子が少しずつ見えてくるときは、本当に嬉しかった。私は山の下の村の頼りを、洗礼だの、結婚だのといろいろ話してもらう。けれど、とりわけ聞きたかったのは、 うちのお嬢さんがどうしているかということだった。十里四方で一番きれいなステファネットさんのことだ。あまり気にしてはいないようなふうをしながら、私はお嬢さんがよくごちそうに招かれたり、夜話に出かけたりするか、相変わらずお嬢さんのご機嫌を取りに、新手の男たちがやってくるか、などと尋ねた。 貧しい羊飼いの私に、そんなことが何になると聞く人があるなら、私は二十歳で、ステファネットさんは、私が生まれてから見た一番美しい人だと答えよう。ところがある日曜日のこと、待っていた半月分の食料が非常に遅くなって着いたことがあった。朝のうちは、ごみさのためだろうと思っていた。 すると昼頃にひどい嵐がやってきた。そこでこれは道が悪いのでラバが出かけられなかったのだなと思った。ようやく3時頃空は荒い清められ山はつゆと火に生えている時木の葉のしずくと水かさの増した谷川のあふれる音の中にラバの鈴が聞こえてきた。 復活祭の日に成り渡る金のような早い元気な鈴の音だ。しかし、ラバを連れてきたのはミアロの小僧でもノラードのおばさんでもなかった。それは誰だと思うお嬢さんだ。お嬢さんその人だ。柳の籠の間にまっすぐに腰掛けて、 山の木と夕立晴れの爽やかさで方をすっかりバラ色にして小僧は病気だしノラードおばさんは休暇で子供のところへ行っていると美しいステファネットさんはラバから降りながら知らせてくれた途中で道に迷ったので遅く着いたということも話してくれたしかし花模様のリボンやまばゆいスカートや レースなどで飾りたてたのを見ると、茂みの中で道を探していたよりも、どこかで踊りでもしておくれたのだというふうに見えた。ああ、美しいお嬢さん。私はいつまでも開かずに眺めていた。本当に今までこんなにそばで見たことはなかった。冬、羊が平地に降りているとき、夕方うちへ食事に帰ると、 時々お嬢さんが広間を横切ることがある。活発に、召使いたちにはほとんど言葉もかけずに、いつも着飾って、少しつんとして。そのお嬢さんが、今、私のすぐ前にいるのだ。私一人の前に。これでも我を忘れずにいられるだろうか。かごから食料を取り出すとすぐ。 ステファネットさんは物珍しげに辺りを見始めた痛みやすそうな腫れ着の美しい裾をちょっとつまんで囲い場に入り私の寝るところや羊の毛皮の敷いてあるわら床壁にかかっている大がっぱ杖石鉄砲などを見たこんなものは皆お嬢さんを喜ばせたまあそれじゃ あなたはここに暮らしているのいつも一人ぽっちでどんなに退屈するでしょう。何をしているの何を考えているの私は「あなたのことを」と答えたかった。そう言っても嘘にはならなかったろう。しかしすっかり上がってしまって何一つ話せなかった。お嬢さんはそれに気がついたに違いない。 そして人の悪いお嬢さんは私をもっと困らせて面白がった。で、あなたのいいお友達は時々会いに来るのきっとそれは金のやぎね。でなかったら山の峰ばかり駆け回る千女のエステルよ。ところがそういうお嬢さんこそ仰向いて美しく笑うところや たちまち現れてすぐさま消える訪問ぶりがエステレルの千よそっくりだった。ごきげんよう。さよなら、お嬢様。こうしてお嬢さんは空のかごを持って出かけた。坂の小道に姿が隠れると、ラバのひずめで転がる小石が一つ一つ私の心の上に落ちるように思われた。 私はそれをいつまでもいつまでも聞いた。そうして日の暮れるまで、夢を散らさないように、身動きもせず、うっとりとしていた。夕方になって谷底が青くなり始め、羊がめいめい泣きながら押し合って囲い場に入る頃、誰かが坂道で私を呼んでいるのが聞こえた。やがてお嬢さんが、 さっきの笑顔に引き換えて、寒さと恐れと湿り気に震えながら現れた。山の下ではソルグ川の水が夕立ちで増していて、それを無理に渡ろうとして溺れかかったものらしい。このように夜になっては、もう家へ帰ることは思いもよらない恐ろしいことだ。お嬢さん一人で近道を探してはいけないし、 私が羊を置いて出かけることはできないのだから。山の上で夜を明かすとなると、何よりもまず、うちの人たちが心配すると思って、お嬢さんはひどく悩んだ。私はできるだけ安心させた。七月は夜が短いんです。ほんのちょっとの我慢ですよ。私はお嬢さんの足と、 ソルグの水にぬれた着物を乾かすため大急ぎでどんどん火をおこしたそれから羊の乳とチーズとを持ってきたがかわいそうに温まろうとも食べようともしなかった目にたまった大粒の涙を見ると私も泣きたくなったそのうちすっかり夜になってしまった山々の頂にぼーっと と日の光が西の方にもやのような光が残っているだけだった。私はお嬢さんに囲い場の中に入って休んでもらった。新しい藁の上におろしたてのきれいな毛皮をのべておやすみと言った。そして表の戸口の前に座った。神様が知っておいでになるが私の思いは 血を沸かすほど激しかったけれど、悪い心は少しも起こらなかった。ただうちのお嬢さんが囲い場の片隅、不思議そうに眺めている羊たちのすぐ脇で、どの羊よりも大事な、どの羊よりも純潔な羊として、私に守られて安心して寝ているのだと思うと、大きな誇りがあるばかりだった。 空がこれほど深く、星がこれほど輝いて見えたことはなかった。と、急に羊小屋の戸が開いて、美しいステファネットさんが現れた。お嬢さんは眠れなかった。羊たちが動いて藁をガサガサ言わせたり、夢を見て泣いたりしたからだ。お嬢さんは火のそばが恋しくなったのだ。 そこで私はお嬢さんの肩に羊の皮をかけ、火を起こした。そして二人は、並んで座ったまま黙っていた。もしあなた方が、のてんで夜を明かしたことがあるなら、皆が眠っている自分、ある不思議な世界が、しんとした静けさの中に目を覚ますのをご存知でしょう。その時、 泉はますます朗らかに歌い、池や沼は小さな炎をともす。あらゆる山の姓が自由自在に行ったり来たりする。そして空中には外れの音、耳に入らないような響きが、枝が大きくなり草が伸びるように聞こえる。昼間は生き物の世だが、夜は物の世界だ。 慣れなれい人には恐ろしいお嬢さんもすっかりおびえて少しでも音がすると私の方にすりおるのだったある時は下の方に光っている池から出た物悲しい長い叫びが波を打ちながら二人の方へ登ってきたちょうどその時一つの美しい流れ星が 二人の頭の上をそれと同じ方向に流れた。まるで今聞いた嘆きが一つの光を連れていったのかと思うようであった。あれは何とステファネットさんが小声で尋ねた。天国に入る魂ですよ。そう言って私は十字を切った。 お嬢さんも十字を切った。そうしてしばらく一心に空を仰いでいた。それから私にこう聞いた。じゃあ、あなた方羊飼いは魔法を知っているっていうのは本当いいえ、じっとも。だけど、ここにいると星に近いんで、平地にいる人よりか星の世界の出来事をよく知っているんですよ。 お嬢さんは相変わらず上を向いていた頭を片手で支えて羊の毛皮にくるまってかわいい天の牧道のように見えたまあたくさんきれいだことこんなに見たの初めてだわあなたあの名前を知っているええそりゃいいですか 私たちのまっすぐ上にあるのが、あれがセントヤコブの道、銀河。あれはフランスからまっすぐにイスパニアへ行っています。勇ましいチャールス大帝がサラセンを打ったとき、ガリスのセントヤコブがあれをこしらえて、王様に道を教えたんです。もっと遠くにあるのは、魂の車、大熊で、 4つの車軸が光っていますその先を行く三つの星が三匹の獣でその三番目の向こうの小さいのが車引きですその周りにずっと雨の降っているように散らばってる星が見えますかあれは神様がおそばに置きたくないとおっしゃる魂なんですその少し下のは熊手とも言うし 三人の王様、オリオンとも言っています。私たちには時計の役をするんです。あれを見ただけで、今真夜中すぎだということがわかります。もう少し下がって、やっぱり南ですが、ジャンドミラン、シリウスが光っています。星の中での松明です。この星については、 羊飼いたちがこんな話をしていますよ。ある晩、ジャンドミランが三人の王様とひなかご、北極星とで仲間の星の婚礼に呼ばれたっていうんです。ひなかごは一番急いで真っ先に出かけて、高く登っていったそうです。ごらんなさい。あの高いところ、空のてっぺんです。 三人の王様はもっと低いところを突っ切ってひなかごに追いついたんです。ところがこのジャンの武将者は寝過ごしてすっかり遅れてしまいました。で、怒って前の二人を止めようとして持っていた杖を投げつけたんです。だから三人の王様はまたジャンドミランの杖とも言います。 皆の中で一番きれいなのは私たちの星、羊飼いの星です。明け方に私たちが羊を連れ出す時にも光れば、夕方入れる時にも光ります。私たちはこれをマグロンヌとも言っています。美しいマグロンヌはピエール・ド・プロヴァンス、土星の跡を追って、7年目ごとにピエールへお嫁に行くんです。 まあ、それじゃあ、星にもお嫁入りがあるのそりゃありますよ。そうして私が、そのお嫁入りとはどういうものかと説明していると、肩に何か、さらりとした柔らかなものが軽くかかるのを感じた。それは、眠って重くなった頭が寄りかかったのであった。リボンやレースや、 縮れた髪をいじらしく私に押し当てながら、お嬢さんはこうして身動きもせずに、空の星が朝日に消されて薄らぐときまでじっとしていた。私は胸をときめかしながら、美しい思いばかりを送ってくれたこの晴れた夜に清く守られて、お嬢さんの眠りを見守っていた。 二人をめぐって、星は羊の群れのように、おとなしく静かな歩みを続けた。そうして私は、幾度も幾度も、この星の中で一番きれいな、一番輝いた一つの星が、道に迷って、私の肩に泊まりに来て眠っているのだ、と、胸に描いていた。